何が話し合いだ。直ちに攻撃しろ。狙撃部隊で狙わせるんだ。待ちたまえ。彼らには戦闘の意思がないようだ。しかし奴らは EC です。我々の敵です。司令、中央司令部から入電。先に受け取った運航記録データはベネズエラの我が軍の基地から EC に向けて飛行を行った記録であると判明。 FAI の調査によりこのデータの信頼性が極めて高いことが確認された。ベネズエラに潜入している軍情報部員への確認中のため、確認が完了するまで EC 軍との戦闘は避けるよう命令する。彼らと話をする。回線をつなげ。しかし司令、命令を繰り返させるな。はい。こちらマドックス。デュランダルの諸君からの応答を希望する。こちらデュランダル、エルザです。また君の声が聞けて嬉しい。本国から分析結果が出た。君たちの主張はどうやら正しかったようだ。本当ですか？まだ証拠は不十分だ。したがってマデイラからの撤退を行うことはできない。しかし艦隊司令として約束する。調査の間 EC 軍がこちらに対して攻撃をしてこない限り、こちらからも攻撃をしないとな。わかりました。 EC 軍にもそれを伝えます。うん。こちらの意思の証明として分析結果データをそちらに返送する。司令、それは機密データで。もともとは彼らが手に入れたものだ。しかし責任は私が取る。心配するな。ご理解いただきありがとうございます。 EC 軍には我々が責任を持って伝えます。それで分析データの方は EC 軍にも渡っているのね。ああ、あとは EC 議会の対応だな。それも肯定に向かっているわ。まだ予断を許さないけど。物的証拠か。グレーザーとガグナーについては、彼らが今回の件に絡んでいることを調べれば、彼らから聞ければいいんだけれど、彼らは今ブラウンネーベルごと行方不明よ。逃げ出したか。それだけでも十分証拠になってると思うけどな。残念ながら彼らが証言台に立って真実を語らない限り無理ね。それもう無理なんじゃないのか。で、私たちはこれからどうすればいいんだい。とりあえず本部に戻って休んでちょうだい。それじゃあイギリスで待ってるわ。どうした？一つ言い忘れていたわ。あなたたちが無事で嬉しいと。ああ、ありがとう、アリさん。おお、まとまりかけてきましたね。我々がやってきたことが無駄ではないことがやっと証明できたな、エルザ。これで報われる。ダリルからもらったこのデータを本部でさらに詳しく分析すれば、ザフトラの計画が詳しくはわかると思う。わかると思うね。早くやってくれよって感じだったけどね。ここでザフトラが計画を諦めてくれるといいんだけどね。それはないね、ゲーム的に。ガグナーもこの状況をきっと知っているはずだ。奴はこの後どう動くだろう。ガグナーの専門家だから、あんたがわからなかったら誰もわかんないよ。俺たちにかかればザフトラなんてこんなもんさ。うん。機体へのダメージはほとんどないようだ。本部への帰還も問題ない。よし、じゃあパイロットセットアップね、やっていきましょう。さあ、でも取れた、ほら。OK、取れた。スキルか。これ、消すかな。あんま使わないよね、最近ね。敵のリンクが上手くなっ。軽く出るんだったらテラショットとかの方がいいかな。で、そろそろ、もう、AP、結構ね、もう潤沢にあるので、スキルポイントも今、もう余ってる状況だから。リンクで取ろうか。リンクを6まで上げて、攻撃に振るか。でも、攻撃結構ミサイルだからね。パーメット取って、あとは割り合っても意味ないよな。ハーミット2にするか。ハーミット2にするぐらいだったら攻撃の方に1回すか。1回すんだったらあとは2こうかな。で、ああ、もう上げれる。ここスキルスロット欲しいかな。他取れなくなっちゃうけど、スキルだったら装備、あ、ちょっと待ってよ。1は向こうだね。なったらどっちかっていうとヒット2に変えて、で、さらに3ポイント重複しないんだよな、多分。しかも自分からだから、あんまり意味がないというか。スキル、どっちかってとこ、あ、でも1にしてるもんな。だったらこっちの方がいいか。まあ、リンクしてるからね、一応ね。で、ラトーナさんはもう上げれないくて、もう全部、結局いらないので、これじゃ次、解禁できない。まあ、さっき見えたよね、別に。もう顔はいらないな。ポイントぐらいか。だから結局スキル、スロットはこいつ少なすぎて、コンピューターつけないと話になるんだもんな。さーて、上げれる。取れない。で、終わりか。よし。セーブしたんで、次行きましょう。デュランダル本部に行くと。
まあ、ここは直通で行けそうな感じだよね。うん、これでどうかな。やった、開いた。ドイツ軍のデータベースへアクセスできた。ガグナのデータを。慌てないで。よっと。すごい技術だな。どう？特におかしなところはないな。当然だね。ザフトラだってバカじゃない。スパイだって痕跡を経歴データに残すなんて。いや待てよ。どうしたの？ガグナーは士官学校に入る前はずっと故郷で暮らしていたと前に話したことがあったな。あったね。ええ。しかしここに書かれている経歴では3度も転居している。俺の記憶と違う。でもそれだけじゃ証拠にならないよ。そりゃそうだ。3回近くにね、転居したとも考えられるからね。そうね。そうだわ。どうしたの？彼の目を。ドイツ基地での戦闘の後、彼の目が真っ赤になっていたわ。充血しただけなんじゃないの？それなら知っている。彼の光彩は色素が失われていて、見たものの色に影響されるんだ。彼からは遺伝だと聞かされた。ちょっと待ってて。士官学校入学時の身体検査の記録にはその記述がない。ということは？入学直後に入れ替わった？何？本物はじゃあどこに行ったんだ？そういうことになるな。しかし、これも確実な証拠とは言えないな。消されたってことか。そうね。じゃああいつは誰なんだ？みんなここにいたか。ジード、どうしたの？他のみんなもここに集めてくれ。どうして？すぐにわかる。急いでな。アリソン次官、それにノランド首相。ああ、デジャビだ。まあそういうな。今度は悪い話じゃない。何です？君たちにはザフトラに行ってもらう。悪い話なんじゃないか、それ。ザフトラ？一体どうして？私から説明するわ。あなたたちはザフトラがパイプラインで資源を密輸していると推測した。確かにそうです。そして彼らが自らパイプラインを破壊したことを彼らの証拠隠しだと考えている。多少疑問も残るが、まあそういうことだ。そこでだ。君たちにはパイプラインの出発点であるザフトラの資源ターミナルを確保してもらいたい。そこを抑えれば、ザフトラとドイツが EC の資源高騰に乗じて儲けようとしたことが証明できる。そしてその企みのためにドイツやポーランドを襲撃したということも証明できるかもしれない。しかし俺たちの戦力だけでザフトラへの侵入は無理だぜ。資源ターミナルがあるあたりは国境間近で防御力が高い。特に全長 70km の頂上要塞を越えなければターミナルにはたどり着けない。その通り。だから君たちにはドイツ軍じゃなかった、イギリス軍の精鋭部隊をつける。そいつらは頼りになるんだろうな。 EC 議会の承認は得られているんですか？議会は君たちが入手したデータとグレーザーの逃亡でザフトラ犯行説に傾きつつある。しかし物的な証拠が欲しいと。その通りだ。密輸をしたドイツの企業からは大したものが出なかったからな。しかしいきなりザフトラとは、もし失敗すれば今度はザフトラとの戦争になりますが、君たちがうまく やれればなんとかなる。どうだ、やるか、それともやめておくか。やるよ。逃げ道はないしな。やろう。やらないという選択肢はないな。どうだエルザ。やります。それでこそ君たちだ。それでは準備にかかりたまえ。今から？そうだ、まだ USN と EC の戦争の危機が去ったわけではない。ザフトラにまだ先手を取られる前に行動を開始するんだ。我がイギリス軍の最強部隊が先に現地で待っている。最強部隊。君たちが彼らと合流して作戦に臨んでくれたまえ。頼りになるんだろうな、本当に。守るのは嫌だぞ。今はあなたたちに任せるしかないな。お願いね。これは私が経験した中でも最も大規模な作戦となりそうだな。敵も僕たちの動きを捉えているだろうね。ザフトラに入る前に襲われなきゃいいけど。襲われるのかい？うん。とうとう来るところまで来たって感じだね。ラトーナ大丈夫かい？
余計な気を使わなくてもいいよ。むしろ今は悪いことをした子供を叱りに行く母親のような気分なんだ。どういう気分だ。とうとう来るところまで来たって感じだね。激しい戦いになるな。でもまあこれでもなんとかな、これまでもなんとかなってきたんだ。大丈夫だろう。楽観視。うん。ゆっくりはしていられなくなっちまったが、この方が俺にはいいみたいだぜ。せわしなく動き回ってる方がいいと。資格の子。いやみんな気合い入れていこう。もちろんだよ。エルザ、さっきあんた宛てに電話が入ってたそうだ。伝言を頼まれたよ。ダリルか？誰から？ランカスターっていう男だ。会議中だって言ったらこの間の店で待ってるって言ってたそうだぜ。ラトーナ。あ、この間のジャーナリストだね。エルザ、行っておいで。あ、ランカスター。フレデリック・ランカスターだ。ここは私たちに任せないよ。誰だろうなと思ったよ、ランカスターって。でもラトーナ。いいから何か重要な情報かもしれないだろ？わかった。すぐ戻ってくるわ。心配しなくてもあんたを置いて飛び立ったりはしないよ。エルザ、こっちだ。お、話というのは？いろいろ進展があったんだ。まず一つは、ザーフトラがドイツの企業に対して資源密売をしている件だ。 EC が調査に入っているようだが、あの調べじゃ何も出てこない。いずれ俺がその企業に忍び込んででも掴んでみせる。無理はしないで。そのことについては私たちに任せて。何かあるんだな。詳しくは言えないけど。分かった。それともう一つ、ドイツのグレーザーはザーフトラに逃げ込んだようだ。グレーザーが？その理由については俺より君の方が詳しいだろう。私の方はグワグナーについて調べたわ。何か分かったかい？私たちの推測では彼は士官学校への入学直後に本物のグワグナーと入れ替わった可能性が高いわ。でもそれ以上のことは分からない。なるほど。しかしそれは大きな進歩だ。それ以上の調査は俺に任せてくれ。できるの？おいおい、俺はプロだぜ。こういう調査はあんたたちよりも俺の方が得意だ。そうね、お願いするわ。私そろそろ行かなくては。作戦か？いや、言わなくていい。言ってなかったよ。だが気をつけてな。ええ、あなたも無茶はしないでね。どうかな、無鉄砲なのは昔からでね。仲間があんたを待ってるんじゃないのか。早く行った方がいい。なんだか基地の方が慌ただしいみたいですけど、何かあったんですか？あるんだよ、これから。あんたたちこれから大きな作戦があるんだって。バレてんじゃん。噂になってるよ。バレてる。 USN との戦争は回避されたんでしょ。これからは平和になるかしら。平和にするために動くんです。あれ、今日はラトーナは？今日は仕事で来られないの。ごめんなさい。そうか。会社をやっと説得して例の装備をモニター用としてそっちに納品したのにな。そういえば言ってたな、なんかそういうの。じゃあせめてラトーナに伝えておいてくれ。例の装備をきっと使ってくれって。あ、バズーカ、グロム。ここに来れば彼女に会えると思って毎日来てる。毎日来てたんだ。会えないよ。どうだった、エルザ？ええ、グレーザーがザーフトラにいるそうよ。グレーザーが？ザーフトラに保護を求めたと見るのが正しいな。何にしても出撃しないわけにはいかないんだ。行くよ。首相が手配してくれたイギリス軍部隊が誰かは大体見当がつくの。ん？そんなやついたっけ？見当がつくようなやついたっけ？これで最後なんだから整備は今まで以上にしっかりやっていく。最後なんだから、最後なんだからって言い始めたな。ニックとは別に何でもないさ。ただの飲み友達だよ。かわいそう。毎日通ってんのに。グレーザーがザーフトラに、ガグナーの方はどうしているんだ？確かに。あいつがラスボスって感じがするね。ザーフトラ軍が何だってんだ。いくらでもかかってきやがれ。さーて、パイロットセットアップも、ガンツァーショップも変わってる感じじゃないよね、これはね。休憩室に移動。お。ああ、そうか。これ戻ったもあんま意味ないかな。まあ、一応一回戻ってみっか。全く何もなかったんで、行きましょう。デュランダル本部から、
ザオフトラエ、意志力、空で戦闘？眠れないのか、エルザ。ええ、私が入隊してから、いろいろなことが立て続けに起こった。それについて考えていたの。確かに、波の軍人以上の経験をしたな。波どころじゃないよね。人が死ぬところを見て、自分も死にそうになって、君にとってそれがプラスに働くかは、君次第だ。ええ。ジード？ん？アリソン次官とはどういう関係なの？君が想像しているような関係じゃない。へへ、よからぬ想像をしてるな。そうなの？私が軍にいた頃、ある作戦で彼女と組んだ。当時の彼女は国務省の課長でな、テロ事件の人質救出作戦をドイツで行った。ドイツで？人質にイギリス人が含まれていたんだ。そこでグレーザーと組んで作戦を行うことになった。それで作戦は、公式には一応成功となっているが、実際にはひどいものだった。テロリストが人質を殺そうとしているのを見ても、グレーザーは強行突入を指示しなかった。テロリストを生かして組織の情報を得ることを優先したのだ。しかし、それを見過ごせなかったアリソンは、私に突入を指示した。それで？私も彼女と同意見だったから、グレーザーの精神を振り切って突入した。人質は無事救出されたが、私のチームに死者が出た。まだ若く、君のように正義感あふれる隊員だった。アリソンは自分の指示でチームに死者が出たことを何年も悩んだ。きっと今でもまだそのことを忘れていないだろう。私はそんな彼女の支えになってやりたいと思ってきたが、果たしてどうかな。あなたたちはお互いを必要としているわ。今までそのことは考えないようにしてきた。今度の件が終わったら、アリソンと二人で考えてみるよ。お、死亡フラグ、そして恋愛フラグを立ててきたな。というわけで、ザフトラに行くと。私はイギリス陸軍第一空挺部隊のテルフォードだ。ようこそ。デュランダルのジードです。やはり君か。変わりないようだな、ジード。新キャラじゃん。そろそろ軍人気質が抜けているところだと思ったが、君もな。さて、早速だが作戦の説明をさせてもらう。ここが現在地だ。そしてここが目標の資源ターミナル。そしてその間にあるのがザフトラの頂上要塞。そうだ、ここは対地、対空両方に対応できる強力な要塞だ。地上から越えようってことは対地攻撃力が弱い？対空よりはマシという程度だ。そちらの戦力は？3個中隊だ。うち2個中隊を要塞にぶつけ、残りはターミナルまで温存する。俺たちはどうする？気を悪くしないでほしいが、君たちはこういった大規模戦闘には向いていない。したがって君たちの配置はこのポイントだ。ここの戦力は決して多くはないが、地形的に険しい。ここで君たちには遊撃を行ってもらう。つまり適当に戦えってことだね。そんな作戦で大丈夫か？敵戦力は少ないといっても我々だけでは火力が足りない可能性がある。君の部隊から何人か借りられればいいのだが、いらいな。ジード、我々だってそう贅沢をしているわけではないんだぞ。それはわかっている。しかし敵が少ないところに戦力を集中させるのが最も効果的な作戦と言えるが。そういうところも変わらんな、ジード。わかった。2小隊だけ回そう。お、回してくれるんだ。鬼キル。その代わり必ず突破すると約束してもらうぞ。できる限りのことはやるつもりだよ。約束しないんだ。ブリーフィングはこれで終わりだ。各部隊は出撃準備をしろ。エルザ、頂上要塞は強力なミサイル砲台を備えている。念のため EMP バックパックのアンチロックの使い方をしっかり確認しておくんだ。ここでは絶対こいつが必要になるからね。前回の面でね、ミサイルが命中しなかったやつなんですけども、これね、説明書にも書いてあってね、もうすでに知っていたんですが、ここで説明があるようですね。見ておきましょう。お、説明を受けて終わったら、もうすぐここか。貴重な戦力を君たちに取られるのは痛い。その分君たちに働いてもらうことになるだろう。うん。そうだ、忘れるところだった。我が軍の最新装備を渡しておこう。お、いいのか、そんなことをして。
今君たちはイギリス軍に吸収されて作戦を行っているから問題はないさ。すまない。実はアリソン次官から頼まれた。彼女は我々軍に対してよくしてくれているから断れんのだ。例なら彼女に言ってくれ。そうか、アリソンが。ツイゲライフルだ。ツイゲライフルが入った。これは、ワンからあるね。ライフルですね。おそらく、テルフォードから借りた部隊は遠距離攻撃専門だ。彼らに後方支援を行ってもらい、我々が要塞を突破する。そしてなんかガンツァーも手に入れたね。さすがだね。テルフォード大佐の部隊は精鋭だけあって最新のグアンツァを装備してるよ。でもデュランダルでチューンしたグアンツァだって負けてないけどね。勝ったんだけどね。まあ一面挟んでるけど、要塞からのミサイルを防ぐことがこの作戦のキーポイントになるからね。必ず誰かにアンチロックが使える EMP バックパックを装備させておくんだ。やらなきゃダメ？いらないと思うんだけどな。いくら丈夫な要塞といっても攻略は不可能というわけではない。慎重に進むべき時と突撃するタイミングを見極めることが重要なんだ。うん。要塞砲ばかりに気を取られちゃいけないぜ。ガンツァーだって多数配備されているんだからな。よーし。じゃあちょっとガンツァー見てみましょうか。これか。グリレゼクス砲。グリレゼクス砲。出力はかなり上がるな。だが回避が下がる。ヒットポイントも下がる。こっちは命中は上がるけど、ウェイトがちょっと高すぎる上に、ヒットポイントが下がる。じゃああんまり、ヒットポイント上がるが、回避率が下がる。回避率が下がるんだったらこの人になるけども、これだとちょっとヒットポイントが低すぎるな。じゃあ、いらねえか。そしてさっき手に入れたツイゲ。やはりライフルでしたね。そして、グロム。っていうバズーカ。あ、これ結構強そうだな。300。さすが。ツイゲライフルっていうのは1からあるやつなんですけど、2-3にあったかどうかは覚えてないですが、隠しアイテムみたいな感じでね、ツイゲライフル手に入って、まあ、かなり猛威を振るう、かなり強い銃なんですが、ただ結構重いね。そしてレンジがなぜか4しかない。ライフルなのに。そんなに？装備させるとしたら、ラトーナとか、バックパックを変えて、でもいいえ、まあ、ちょっといじくってみますか。とりあえずいじって、ツイゲライフルだけはね、装備させておきましたので、出撃しましょう。猛吹雪だな。寒そう。めっちゃでかいね、この城。前回戦ったところよりも、めちゃくちゃでかいんじゃない？一回り、二回りぐらいでかいね。で、ツイゲライフルは、ジードさんが装備させております。ここを登るのか。ガンツァーで登るんだから、別に大した、大変じゃないだろう？上からの攻撃を受けないのならね、イギリス軍はついてきてる？ああ、バッチリついてきてるぜ。お、グレーザー。やはりあいつらが来たか。私の最後の望みだけは叶いそうだね。こちらに殺されるという願いか？なるほど。ここに登っていってすぐに攻撃があり、ここにもあり、あるね。でかいね。ガンザもいて、お、これがイギリスか。イギリス軍。真正面にいるので、ラトーナを真正面に捉えつつ、リンク的に
こうして、で遠距離的にこうするか。君の読みが当たったな、グレーザー巡将。私はターミナルの方に行く。逃げる必要はないだろう、ここは突破されない。逃げるのではない、奴らとの決着をつける場所はここではないということだ。それはここを突破されるってことじゃないですか。